ナドールは、モロッコのリーフ地方北東部に位置する都市。人口16万1726人。地中海とつながるセブカブリックと呼ばれるラグーンに面しており、スペインでオメリラの南1 0トルに位置する。19世紀に建設され、1956年にモロッコが独立するまでスペインの統治下にあった。ナドール州は60万人以上の人口を抱え、 リーフ人とベルベル人が多い。ナドールという名称の由来については諸説ある。ラグーのアゼにある小さな村はずなどから取られたとする説が有力である。ナオはアラビア語で双眼鏡を意味する。ナドールでは漁業や農業、軽重工業が行われている。近年は劇的な経済成長を遂げており、特に リーフ山脈のウィクサン山から取れる鉄鉱石やジェラダの無塩炭を原料とする鉄化工業、繊維業、化学産業、電気製品製造業などの工業においては、著しい。6月から8月にかけての夏季には、ナドール地域出身でヨーロッパに住む人たちが多く、町に戻ってくる。これらの訪問者は年間で25万人を超える。多くは、ナダール市内のホテルではなく、 親戚の家やカリアパートに滞在する。地中海の沿岸でスペインの町、メリラに近接するという地理的条件のために国際貿易が盛んであり、町ではスペインの食料品や日用品の販売が盛んに行われている。また、安いスペインや中国製の商品を、関税を避けるための密輸が多いことで悪名高い。最近密輸は減少しているが、 未だにアルジェリアからの密輸ルートと競合している。ヨーロッパや中国からの製品の多くはメリラやナドールを経由して合法、非合法問わずモロッコやアフリカ各国に運ばれる。製品は食料品、衣類、靴、家電製品、ハードウェアなどだけに及ぶ。1950年代初頭には2万3000人いた人口が スペイン人の流出に伴い1960年には5000人と激減したにもかかわらず、ナドールは国内で最速の成長をしている都市である。1960年には4806人だった。人口は1971年には3万2000人と566%にもなった。この500%を超える成長はもう一度。 繰り返され、2015年には推計で20万人の人口があった。わずか8年前の2007年には人口は12万人であった。住民の98%はリーフ人とベルベル人によって占められている。そのため、ベルベル人の文化が色濃く残り、世界最大のリーフ語が話される町である。市内の人口密度はナドール州全体の数倍にも及ぶ。 ナドールは、モロッコ国内で17番目に大きな町であり、オリアンタル地方、ナドール州の州都である。地中海につながるセブカブーリックというラグーンに面しており、市街地は海岸に沿って広がっている。アルジェリア国境は、町のおよそ 75km 西にあり、スペインの飛び地であるメリラは 10km 北。モロッコの首都、ラバトは 380km 西に位置する。 ナドールの中心は、南端のバス、タクシーターミナルへと、南北方向に通るハッサン2世通り沿いにある。ムハンマド5世通りは、港と政府施設、役場を東西に結ぶ。ムハンマド5世通りには、広場やスペイン風の建築、ローマカトリックの教会が並ぶ。役所や郵便局、モスクはすべてユーセフ・ベン・タシェフィの通りにある。ナドールの夜景ナドールの、ラグーン・ラグーミ 市の東側には、渡り鳥など、多くの野生動物が集まる。ムール屋川や川の川口付近にある、カリエアルクメーヌにある、湿地保護区では、オオフラミンゴ、カンムリカイツブリ、ソリハシセイタカシギ、セイタカシギ、オオバン、ハマシギ、ミヤコドリ、アカハシカモメ、アオサギ、コサギ、ツルシギ、オグロシギ、アカアシシギ、カワセミ、ハシグロクロハラアジサシなど、 数多くの鳥類が生息する。鳥にとって安全な避難場所であるのと同時に、この地域はその美しい景色のために、地元の人が頻繁に訪れる。広大な地域を真水や海水が覆っており、砂丘、沼地が存在する。糸ト,トンボ、バッタ、糸蜘蛛といった昆虫も住む。さらに、大浜ガヤ、白神、ゴジアオイなどの植物も見られる。ナドールは、ステップ気候である。 夏よりも冬の方が雨が多い。欠片の気候区分では BSH となる。年間平均気温は摂氏18.7度。年間降水量は313ミ、mm、リメートルである。ナドール付近にある通信基地では超波、短波によるメディー1ラジオの放送がマグリブ各国に向けて行われている。 この電波塔は高さ約380メートルであり、アフリカの人工建築物としては最も高い。ナドール駅ナドールからタウリルトへ向かう鉄道は2009年7月2日にムハンマド6世によって開通が宣言された。これはワンスフのプロジェクトの一環である。タウリルトは以前までワンスフが運行するバスで結ばれていた。この他にも ナドールとモロッコの主要都市へはバスの直行便が運行されている。また、ナドール港はスペインのアルメリアとは毎日、フランスのセットとは週1便のフェリーで結ばれている。ナドール国際空港はモロッコ国内やフランス、ドイツなどヨーロッパへの直行便が就航している。また、近くのメリリアもナドールの第二空港として機能している。フェズージダ高速道路は メリラ付近まで続いている。ナドールの街並み級、リーフホテルナドールの主産業であった漁業と農業に、加え、繊維業、化学工業、鉄加工産業が、町の主な収入源である。最近では、観光も重要な産業となっている。多くの観光客は、モロッコの他の都市からやってくるが、国際フェリーが就航しているスペインやフランスなど、 ヨーロッパからの観光客も増えてきている。ナドール国際空港は1999年に開業し、アムステルダム、ブリュッセル、フランクフルト、マルセイユ、バルセロナなどヨーロッパ各都市への便がある。また、ナドール駅からは、モロッコ国内の都市へと鉄道が発着する。近年はこの地域で観光業に力が入れられており、ムハンマド6世の支持も得ている。小道や ヤシの木の並ぶ大通り、目新しいマリーナ、ホテル、カフェ、銀行、飲食店が観光産業の発展を後押ししている。ナドールは近年劇的な経済成長を遂げており、伝統的な産業のほかに、鉄化工業や電気製品、化学、繊維の分野における近代産業も発達している。漁業や農業も依然として主要産業の一つである。 メリラとの国境付近にあるベニエンサールにはナドール港があり、地中海沿岸有数の漁港となっている。また、海軍のドックヤードも置かれている。ナドールの農地は肥沃であり、フルーツ、柑橘類、ワイン用のブドウが主な産物である。夏の間、ナドール近郊で育ち、ヨーロッパに住む数多くのモロッコ人移民が戻ってくる。この里帰りは、買い物、家族の手伝い、 地元の貿易や観光業に対する刺激などの面で街の経済に大いに寄与している。他の都市と同様、ムハンマド六世は外国人観光客の誘致に力を入れており、彼が選出した市長が街を見た目を良くするための試みを行っている。カフェではプラスチック製ではなく鉄や木製の椅子を外に置き、家は適切な色でペイントされているほか、 海沿いの大通りは再開発され拡張工事が行われた。この大通りには2008年上旬までリーフホテルが存在したが2008年春には既存のホテルが取り壊され道路の拡張が施された。新しい通りは街の中心まで通っておりナドールの玄関口であるラウンドアバウトまで通じている。ホテルの残りの敷地は再開発され 新しいホテルコンプレックスとなっている。何度かの遅れが生じたが、カリードエル・アドゥーリーの監督の元工事が進められた。以前はホテルから直接海岸に出られたが、公共の通りとなってしまったことで、ホテルとは、係争状態にある。新しいホテルは裕福な観光客や会議を開催するビジネスマンを主なターゲットとしている。飲酒のほか会議室、 パーティールームも完備されている。客室には10のスイートや76のアパートメントルームも含まれ、そういう面積は30.000平方メートルである。再開発に伴う負債は3億5600万ディルハムに上る。ナドールの市街地のすぐ外のところでは、別荘、ゴルフコース、マリーナなどのある環境リゾートも開発されている。 480ヘクタールの敷地に720.000平方メートルの広さのリゾートが建設される。10年に及ぶ開発は2008年にムハンマド6世のもとスタートされ、リーフホテルとこのプロジェクトは共に CGI が担当している。リゾートが完成すれば、およそ1700のビラ、1300の邸宅、ホテル、27ホールのゴルフコース、観光施設ができる予定である。 ウィキメディアコモンズには、ナドールに関するカテゴリーがあります。ウィキボヤージュには、ナドールに関する旅行情報があります。ありがとうございます。